こにゃんです。あいさちゃんです。はい、というわけでね、始まった、というわけで始まったんですけれども、本日はですね、グランドホール西高島平店さんにお邪魔しております。お邪魔します。はじめまして、はじめまして。私は初めて来させてもらいます。私は、前回シルトやって2回目でございます。いや寒いね、今日はちょっと雨降ってるし寒いし、白い雪が出てる。でも気持ち暑いよね。暑いの、うん、前回の趣旨はとシルさんと私合わせてマイナス1万6000円だった。してる。ごめんなさい、全部私が悪い。私個人収支マイナス5万円らしい。自分で分かってるでしょ。見たい。あ、ごめんなさい。いや、でも私も人のこと言えないから、もう上半期とか本当おかんになったぐらい。おかんになりたくない。いやだ、この前さ、また次の旅行もさ、シルさん決めてよ、うん、なんか罰ゲームみたいになるんじゃないね。だからシルが個人収支がプラス3万8000円、うん、すごいね、あいつすごいね。だからもうね、だから豪華旅行まで、あと11万6000円勝たないといけないよね。いけないから、今日は絶対プラスにしないと。今日は頑張る。ダメだから、どうする。なんか前回はマックス行ったみたいだけど、マックスだとやっぱり荒いから、何だろう、トラベルガールズって、ね、実践回数が少ないから、マックスだと怖いんだよな。なんか収束しづらいし、マックスもだから安定狙う、ミドルで。どうしよう、私一応フューフナー売ったことないけど、売ってみたいし、ちょっと甘いから、甘いフューフナー打ちたいかな今日は。ココさんは、いいと思う。私もね、今日ね、フューフナーを考えて、あ、本番と一緒に。そうで、さっき収支を知らされて、それまではちょっともっと行こうかなって思ってた、うん、だけど、やっぱ怖いなって思って、うん、ちょっとね、フューソナーを、まあ、私も第一希望にしつつ、まあ、あとは入ってからちょっと様子を見て、台の様子とか見て決めたいなって思ってます。そうしましょう、うん、今日絶対プラスで、うん、頑張る。からプラスで頑張ろうね。はい、頑張ろうね。お願いします。お願いします。自分も頑張ろうね。はい、私も頑張る。頑張ろうね。はい、ということで、今日は前半からすっ飛ばしていきたいと思いますので、頑張りまーす。今回は入場抽選を行います。さて何番かな。13。ありがとうございます。はい、キチお10キチ微妙。微妙。あ、ちょっと待って、これパチマが、パチマ、あ、ごめん。中吉の方がいいんかな。あ、どっちがいいんだっけ。中吉か。まあ吉、普通なんかテンション上がんないよね、うん、あまり。全部大吉にやっといてくれたらいいの。書き直すか。大つけりゃいいんじゃね。これ大吉やった。大吉や。はい、大吉です。大吉出ました。私もすごいんですけど、大吉出ました。これ無理あるね。これは無理ある。しかもなんか汚いよね、見た目すごい。しかもこれ渡さなきゃいけないし、店員さんに。頑張ろう。行ってきまーす。反対。頑張るぞ。どこだ。あっちか。あっちだ。あっち。よし。奥かな。冬そうな。あ、どれも一緒に見える。あ、これはね微妙。いや、ギリギリ回ってボーダーぐらいじゃないかな。いつも端っこ座るからこれでいいや。よいしょ、左上にさしてください。アリサの1台目は572番台の CR パチンコ冬のソナタファイナル。じゃあ後半、下半期2戦目頑張ります。前回5万負けだったので、汚名返上といきましょう。ポコミは
ホール全体を見て回ります。うわー、やばそうだな。うわー、どうしようかな。やだ、やっぱり怖い。太郎は全然ダメだ。あー、刑事見るともう怖い。やめ、やだ。あー、マジどうしよう。お、なんかいいんじゃね。やりたい。デビルマンやりたい。あ、これしかも新しい枠盤面じゃない、これ。新盤面じゃないこれ。超やりたい。アマデジもチェック。そういえば前にこちらのホールで実践した時もポコミはアマデジを打ちましたね。よし、冬さんやってみようかな一回。これやってみよう。とりあえずちょっと見た目はあんまり良くないんですけど、冬備えちょっと打ってみたいと思います。いやー、どうかなこれ。冬そんな打ったことないんで、今日は立ち間が持ってきたんで、これ見ながらやりたいと思います。とグランドホール西高島平店さんはマックス交換なんで、ボーダーが1000円のボーダー 16.8 で、出玉は 5% カットで 17.8 なんですけど、1000円で15回転もうちょっと打とうかな。回転率は微妙ですが、まだ1000円なのでもう少し様子を見ていきます。食図柄チャンス目、あ、2回目。なんもなかった。こちらはポコミ、あまり良くないみたいです。いやー、もうダメだろこれ。あー、ダメだろこれ。ダメだ。2000円でこの台はやめ。アリさん回ってんのか。どう、回ってる、回ってる。15と21微妙。ムラールね、でも16.8 だからこのお店だと、まあまだまだわかんないね。いやー、なんかね、ちょっとダメっぽい。だからちょっと他を見てみようかな。頑張って、はい、待って、頑張れ。どうしようかな。さんざん迷った挙句、2代目に選んだのは CR 楽園娘。しかし1000円でやめ。そしてポコミがたどり着いたのは羽物タイプの CRA デビルマンクラブアルファ。デビルマンやってもいいですか。これにします。は
それでは私の大好きなデビルマンクラブを打っていきたいと思います。これですね。これはですね、まずここの、入った、このワンチャッカーに入ると、この羽が1回開きますね。で、まあ、ここに V に入ると、まあ、当たりっていう感じですね。で、ここの2チャッカーに入ると、2回開きます、この羽が。で、これの、この機種の王道ルートっていうのが、デビルウィングっていうものが、こう、羽が隠れてるんですよ、このデビルマンの裏に、この羽。これがパタッと今開いたと思うんですけど、これね、ここ開いて後ろに開いたがゆえに球が後ろに行って、後ろからこうスーッとこうここの真ん中ルートを通って V にスッと入るのが王道ルートですね。でそのためには2回2チャッカーに入れないと、だいたいデビルウィングには到達しないんですよ。開くのが遅いんです、この羽が、こいつだから。この1回解放では意味ないんですよ。ほら今みたいに、あ、今開いたんで。だからこの2チャッカーにどれだけ入賞させるかが肝ですね。2チャッカーに入った時じゃ ないとデビルウィングの意味がないんですよね。うわっ、え、見てなかった。え、ちょっと待って、見てなかった。あー、見てなかった。嘘、バカ。この球の動きを楽しむのがこれなのに、バカじゃないの私。当たりましたよ、とりあえず。バカ、何、見てなかった、全然。バカなのかな。しかもこれすごいんですよ、ここにラウンドランプあるんで分かっちゃうっていうね、この感じ。どうやって入ったんだろう。これ球の動きがすごい面白いんですよ。もうどっからでも期待できるんですよ。もう壁に当たってバーって入ったりとか。え、マジでそっから、え、そういう入賞もありっていうびっくりな感じの台なんで。ちなみにデビルウィングがこういう風に今これですね、こうなると球がこうやって後ろに行ってこうやって入るって、これが王道パターンなんですよね。これが2チャッカーに入らないとこの羽が活かせないんで、より羽に拾わせるためには2チャッカーに入ってもらわないと困りますね。はい、今回8ラウンドでした。ラウンドが2ラウンド、8ラウンド、16ラウンドとあります。比率は全部大体一緒です。これ見てください。これはここ1って書いてあるのは、あー、連チャンしたー、来たー。これが醍醐味なんですよ。これ保留がたまるんですよ、ラウンド中に。で今その保留で解放した、パターンで今 V 入賞してくれました。スタート2、これ2ラウンドですね。でもこれラウンドランプ見ちゃうとつまんないんですよ。結構ラウンド昇格があるんで、それを楽しみたい方はここのランプをもう隠しちゃうか、もうこうやって隠しちゃうか、もう絶対見ない方が私は楽しめるんじゃないかなって思ってます。8ラウンドと2ラウンドの大当たりで469発獲得。さっきの声援で14回、入ってくれたんで、ボーダーがこのお店マックス交換なんでだいたい 12.8 とかなんですよ。なので結構いいんじゃないかなって思ってますね。カモン、カモン、よっしゃ、いった、頼む頼む、あーしー、あー、面白い面白い。2回開いてるよ、来い来い来い、カモン、デビルウィング来たー。デビルウィングを
抽選してますよ、ラウンド昇格の。この間ちょっと止め打ちで丸だったら、丸だったら16だけど、うわー来た16だ、16ゲット。ちなみにあの若干の保留なんですけど、ここのランプですね、ここの1234一番左のこれ、これ4つとも点灯してるってことは、このワンチャッカーとツーチャッカーどっちの保留も溜まってるっていうことなんで、ちょっと保留連に期待ができる感じですね。ちょっと保留が残ってるんでね、 T が出たら打ち出します。だいたい早かったか早かったか、2個入ったよ、ダメだったダメだった、しかも打ち出しちょっと早かった。コツコツと1200発です。冬ソナファイナルのアリサですが、4000円で60回15か、なんかちょっとダメそう、ちょっと台度考えます。冬ソナ打ちたいけどやめる勇気。2台目に選んだのは568番台の CR パチンコ冬のソナタファイナル。お、なんだバス停や、おう、お、バス来た、バス来た、あ、友人に変わったよ、お、継続継続、お、よし、まだまだ行くわよ、初めての疑似連、お、バスが赤い、あー、チャンス止まり、赤文字やけどな、もうリーチになってもだ、いけいけ、13どこ、あー出てこへんかったな、5000円で105回、いいぞ、あと当てるだけ。2台目で良さげな台に座れ一安心ですが、あとは引きの問題、アリサはいつもそこが弱いんですよね。緑や、緑、いけいけ、1回目、一緒に写真を撮ろう、たくさん思い出作りましょう、はい、実写実写、中佐どこにいるの、空港、発展新品、なかなか熱いリーチもこやんもんで、
きます。あ、またくっついた。お、初めての実写のリーチ。あ、カットイン。違った違った。ここ赤じゃないとあかんのよな。派手、眩しい、ポラリス発生。頑張れ頑張れ。ドキドキするよ。あー悲しい。飽きませんでしたわ。アリサ、今回もダメなのか。デビルマンクラブのポコミですが、入る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 。悲鳴に近い叫び声を出しながら打っていたら、持ち玉がすべて飲まれてしまった。持ち玉が先発ちょっとあって95回回ってるんでかなりいいんじゃないかと。ここのお店だとだいたい13ぐらいあれば 12.8 とか13ぐらい回ってくれたらいいんで。いや相当だって入ってくれますもん。私がただねタイミングが悪い女なんで私が入ってくれないんですけど。でちょっとこれでちょっとやってみたいのかな。再投資でちょっと95はハマりすぎだろう。ポコミは羽物でどこまで頑張れるのか。なんでもビアのコーナー。
始まりました。噛みました、噛みましたということですね。なんと、ありがたいことに、ね、何でも部屋のコーナーにお便りをくれた方がいらっしゃるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なので、そちらの方ちょっと読ませていただきたいと思っております。お願いします。はい、こちらですね。はい、おこみさん、シルビーさん、アリサさん、こんにちは。こんにちは。いつもこんにちは。いつも楽しく番組を見させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。普段の実践と違って資金をなんとかしようって頑張ってる3人を見て、なんだか逆にほんわかした気持ちになれてます。マジ嬉しいね。こんな、 なんていい人な、なんでこのいい人、やばいね。お家に遊び行きたいね。行きたい。ありがとうございます。それで、なんか質問があるそうなんですけれども、はい、まず決め台詞的なものってありますかっていうのを一つ目に質問来てます。決め台詞、例えば好きに変わってお仕置きよとか。あー、そんな感じの。あとはもう一つ質問、それぞれの似顔絵を描いてもらえますか、できたらサインと一緒に視聴者さんにプレゼントしていただけませんかっていうふうに来てます。で、あとは最後に、まだまだ寒い日が続きますが、スタッフさんをはじめ皆さんが元気で頑張っていけますようにって締められてます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に見てるにゃんさん、にゃんこ太郎さんです。ありがとうございます。見てますか。ありがとうございます。本当に、はい。というわけで、まずは最初に決め台詞から。なんかあるかな決め台詞。あれかな、私はブログのタイトルにもあるけど、ポッコポコにしてやんよみたいな。それいつ使うの。あんま使ったことないで、たまにパチマガ、パチンコ攻略マガジンでポッコポコにするとかたまに書いてる。ポコミだけに。いいね。ポコポコじゃない。ポコポコね、かわいいよ。弱いでしょ。かわいいやつやね。かわいこぶってる。かわいいよ。お前のはかわいいよ。私、アリさんは、私もじゃあブログのタイトルの心の乱れは玉の乱れ。それはどういう意味？意味。いつもね、どういう意味かなと思って。やっぱり、うん、意味はね、まあなんかマナー向上。パチンコを打つときになんか台とかさ殴る人おるやん。ああ、いる。そういう人って私は心乱れてると思う。あ、確かに、うん、だからそれ乱れてたらパチンコもそんな勝てやんよっていう。ああ、深いね。そうなん、意外と深いんやけど、まああんまり言わんようにしてる理由は。あ、なんで？うまく説明できやんから。いや、今伝わったよ。ほんま？いや、でも確かにそうだと思う。そういうこと、うん、やっぱりね、お金を、自分のお金を使ってるってことだから、そう、結構ね、ムキになっちゃったりするんだよね。私もそうだけど、ハマったりとかすると、あーってなるし。でもそうじゃないんだよっていうね。そうか。シルはなんて言うんだろうね。なんて言うんやろう。まあいっか。飛ばします。ということで、じゃあもう一つの質問がありまして、なんかスタッフさんから色紙が似顔絵、自分の似顔絵を描くらしい。あ、ありがとう。自分の似顔絵、自分の顔、自分の顔を多分描く。描くか、描いてみます。じゃあちょっとお絵かきタイムに入ります。はい、どうしようかな。ということで駆け上がりました。できた、できた。事前におしるさんには書いていただいたので、はい、まずはシルビーのから、はい、こう公表していきたいと思います。お、じゃん、すごい、うまっ。何これ。え、めっちゃうまい。何これ、漫画家なの、あの子。何これ、イ
ラストレーターになれるよ、この子。かわいい。え、なんか出したくない。公開したくない。え、なんかクオリティが。もうやだ。違いすぎるわ。なんか逃げたい。走ってどっか行きたいもん、今。大丈夫、大丈夫。大丈夫。じゃあ私のからいきます。はい、じゃん。あ、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 か、顔、まあ、似てる似てる。え、本当？いい、これアリさん。私これ体人で。え、なんかもう下どうしたらいいか分かんないって思ってた。気持ち悪いよね。本当ごめんなさい。こんなの誰もいらないよね。怖い怖い。でしかもなんかハートとか書いちゃってるんだけど全然センスないんだよね。これ知る。伝わる伝わる。これ知る。でも短時間で書いたとは思われへん。でもこんなんやだ。本当すいません、こんなんで。雰囲気、雰囲気はある。次アリさん。出せやんで出せる。でも一番可愛い。え、何何何、なんかいい感じじゃない？じゃん。え、何これ。アリさんで、何これ？これポコちゃん。え？でこれシールさん。ポコさんね、いつも食べるから肉って言ってるの。え？肉って言ってる。マジで？でね、シールさんのね話聞かんと怒られるからね、人の話を聞けって言ってる。なんで？え？これどうしたのこれ？間違えた。間違えたじゃねえ。え？え、でも多分特徴取られて捉えてるから名前なくても分かるよ、みんな。なんか髪浮いてるそれとかやばいし、これもうこれでもこれ自分でほんま似てる。人間じゃないでしょこれ。似てるよ。これマイク、これマイク。え、これマイク。いやもうマイクとか書けない。これマイクとか書くとわけわかんないなっちゃって、血入ってるみたいになっちゃってるの。そう、もうそういうの やめなさい、そういうのは。まあこれもね個性なんでね、うちらのこんな感じでね、こんな感じなんで、ぜひあのこれを欲しいっていう方はこちらまで、こちらまで待ってます。お願いします。待ってます。ということで以上なんでも部屋のコーナーでした。イエーイ、バイバーイ。どう？まあまあまあ今結構回ってる？なんぼやっけ？あ、ユージレン。まあさ、ユージン保留だったよね。え？ユージン保留だった？うん、ユージンだった。執着。あー、キジさん行かない？1万5000円で255回。まあまあ。ああ。私はデビルマンなんてやってていいんだろうか。っつったら返せないよな。ちょっとやばいよ。何これ、もうちょっと奇跡的な V 入賞するはずなんですけどもね。よし、2回解放、2回
60% ぐらいだったかな確か。今 60% 下回ってる、うん、よし来たよ。見放されてるんだ。8ラウンド。やった当たった、やった当たった、やった当たった。結構ハマりましたが、とりあえず大当たり。丸だったら、丸だったら16、あー16。ちょっと結構ね、だいたい2ラウンドと8ラウンド、16ラウンドって 33% ずつぐらいあるんですよ、大体約3分の1を結構ね、引いてくれてますね。さあ、でかいこれは。で、さらに16ラウンド引くと、こうやってこのデビルマンの歌を聴けるっていうね、面白いなぁ。しかも保留が溜まってない、2チャッカーの保留がちょっと出玉少ないな。1チャッカーの保留が溜まってるんで、しかも打ち出すの遅かった、バカ。なんとか1400発の持ち玉を確保したが、豪華旅行へ行くにはこのまま跳ね物で良いのかと葛藤し、その結果、すごい やってたいんですけど、多分これ一日中やってもアリさんも当たってないし、ダメじゃないかと。ダメでしょ、
ね、だからちょっと移動します。ここみ持ち玉を持って大移動を決意。やらやら、すごいハマっちゃってるじゃん。頭削られてるの。やろっかな。ティアラ、ティアラ、ウィズティアラ。4代目は211番台アマデジのデラックス海物語 with ティアラ。とりあえずちょっとね、迷走してる感じなんでね、デビルマンやりたかったな。よし、ちょっとね、持ち玉が800玉あるんで。現在の総投資が8000円で、持ち玉がおよそ800発。まだまだ挽回できる範囲。ポコミの頑張りに期待しましょう。こちらはアリサ。今のところパッとしてませんが。おお、雪だるま軍、本日最大のチャンス到来。さあどうだ。続いてくれやなあかんの。残念、今一歩届かず。16000円で281回回ったんで、回転率は 17.5。 ボーダーはちょっとだけ上。まあでも他に打ちたいものもないんで、もうちょっと頑張ります。じゃあ1台目と合わせて3万円目いきます。降雪モード、これ先読みかな。青かスペシャル
あ、激アツ出た。これは期待できるのではないでしょうか。もう一回来い来い来い。おお、びっくりした。来い来い、もう一回。ハートがたい、よし、これいいんじゃない。ほんまに赤いし、ゆじさん、アリサにようやく見せ場がやってきましたよ。放送2回連続で当たりなしってパチテレ初かもしれませんね。ポコミはアマデジでパッと当ててパパッと連チャンしてパパパッとプラス中止に持っていく予定でしたが、持ち玉800発は飲まれ追加投資に。はい、持ち玉800個と今2000円を入れたんですけど、その時点で計算したら、まあ、大体20は超えてるんですよ。でこの台の、ボーダーは、まあ、18.3 ぐらいなんで、マックス交換でなんで、まあいい感じなんじゃないかと思います。今まで打った中ではちょっと追ってみたいと思います。まだ1万円しか使ってないんで頑張ります。回転率は悪くないので、あとはこの腕で大当たりをつかみ取るのみ。
2万円使いました。でもね、やっぱ20ぐらいは回ってくれてるんですよ。なんかムラは激しいんですけど、まあトータルすれば回ってくれてるんであれなんですけど、まあ300回転ぐらい回してますかね、私一人だと。まあ魚群出ないね。まあね、魚群どっか行っちゃったんだ。もう袋台壊れてんのかな、それとも、あーやばいな、やばいな、本当に本当にこの1万円で当てないと本当やばいよ、どうしよう、やばいよ、やばいよ、本当に。アリサはこのまま当たりなしなのか。ハートがあった。雪だるま君が来ました。私たちのさあどうだ、行ってみましょう。アルバムも赤い。おあら、赤いぞ。ピンク？初雪系は熱いはずですよ。今度こそ当たるか。字幕は白い。もうそろそろ当たって。お願いします。時短中はチャンスなく、あっさり終了してしまい単発だったが、どなたですか？え？7でリーチかかった。7で天杯のウェディングリーチ、これは熱い。おー、ポーラリスがピンク。え、これ当たるんじゃない？これ当たるじゃないんや。アリサ、完全に運に見放されたか。前半戦終了、イエーイ。
負けてる負けよ負けてるということで収支を報告していきたいと思います。はい、私ココミは現在マイナス2万円でございます。出玉は0です。マイナス36,000円。え、32,000円。32,000円で冬ソナ単発1回で、うん、持ち玉が1,400玉ぐらい、1,200玉ぐらいだから5,000円ぐらい。実質2人でじゃあ合計するとマイナス47,000円負けております。まだそんなもんや。なんだそんなもんか。もっと言ってると思った。全然やった。だね。本当ね。しかも序章だし。うん。前半とかこんなもんやしね。うん。序章だし。そうそうそう。なんでというわけでね、これから後半戦は当たりしか多分映ってないと思うので。ああ申し訳ないね。多分ね。まあ今のところね、私なんてデビルマンの人ね、ちょっとの当たりしかない。単発金物ね。そうみたいな私じゃなかったらね。アリサは単発1回でね。そうですそうです。そういう風に見せかけといて後半戦すごいことになってると思うんで、ぜひ皆さん乞うご期待ということで、うん、序章だと思っていただいて結構なんで、うん、そういうわけで、はいはい、次回もお楽しみにしててくださいね。それでは皆さんさよなら。バイバイ。大丈夫だよ、負けないよ、へこんでない、へこんでないよ。